こんにちは、ゆうちです。英語をマスターする方法の2つ目のステップである英単語を覚えるという話について、えー、話したいと思います。日本人が英語を話せないっていうのは、まあ、メンタルが原因であることがほとんどだというふうに私は断言できます。しかしながらですね、まあ、そのメンタルをどうにかしただけでは英語を話すことはできません。英語をマスターするためには、まあ、もちろんそのメンタルの原因をこう取り払う必要はあるんですけれどもその後で こう英単語を覚えていく必要があると思います。というのもですね、まあ、会話っていうのは単語がわからないと成り立たないですよね。でこれは紛れもない事実なんでこうやっぱり英単語を覚えるっていうことは英語をマスターするのに対して、まあ、避けては通れない道なんじゃないかなというふうに思います。しかしながらですねこう英単語を覚えると言ってもがむしゃらに覚える必要はありません。まあ、あなたに必要な英単語を覚えるだけでいいと思います。 要するにその普段から使わない言葉を英語で覚えてもですねやっぱり仕方ないんですねでその反面ですねやっぱりそのあなたがこう日常生活で使う言葉っていうのは積極的に覚える必要があると思います、まあ、日本人にはですねこういった発想がなくてこうよくその英単語帳に載っている英単語を全て覚えようとしがちなんですねまあこういったやり方だとですね、まあ、効率とかを考えてもやっぱり自分で 自分が使うであろう,こう単語っていうのを覚えていかないといけないと思います。というわけで、英語をマスターするためには英単語っていうのは必要だと思います。しかしながら、まあ多くの英単語を覚える必要はなくて、やっぱりあなたに必要な英単語だけを覚えるようにしていきましょう。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。